だが夜のオフィスで仕事に励んでいる主人公を怪奇現象が襲うという内容になっているこちらが今回の動画の注意事項です主人公の少年くんは私が守りますそそれじゃゲームスタートだよタイトル画面をグイッと移動する演出がオシャレだなニューゲームを選択です主人公はゲーム開発会社でどんな仕事するんだろうタイトルがバグズフィクサーだからバグ取りするのかな大手ゲーム会社らしいから対策 RPG でも作ってんのかな バイオハザードみたいなサバイバルホラーかもしれませんよ。どんなゲームか楽しみだね。これは海外の掲示板か何かか昔、俺は二人の友人とマネージャーと一緒に立ち上げた小さなゲーム開発会社で働いていたんだ。何本か人気タイトルを発売したら、大企業から仕事の依頼が来るようになってさ。おおそれは素晴らしい。でかい規模のゲームに携わりたかった俺は、真っ先にオファーを受けたんだ。チームのみんなのことを家族みたいに思ってたから、それは難しい決断だった。面接に来た時は、 何か悪いことが起こりそうな気がして、後ろめたい気持ちになった。この書き込みをしたのはこのゲームの主人公だろうな。友達と立ち上げた小さいゲーム会社を抜けて、大手ゲーム会社の面接に行くことにしたんだね。昔からの仲間を置いていくような気持ちになって、後ろめたくなってしまったんでしょうね。だが、自分の人生のことは自分で決めるべきだからなおい、寝てるのか、面接で緊張しているのか。どうやら、主人公は、廊下で面接を待っているみたいだね。この人は付き添いの人でしょうか。また悪夢を見たのか。 薬はちゃんと飲んでるか余裕がなくて眠れなかったと。なるほどね。なあ、コーヒーがあるじゃないか。家てきてくれないか。面接の前に頭がしゃっきりするだろう。お、コーヒーあるんだ。いいね。この感じは自販機じゃなくて、ご自由にお飲みください的なコーヒーポットでもあるんですかね。立ち上がって廊下を歩き回ってみるぞ。壁にでっかいテレビがかけてあるけど、特に何も映ってないね。自分の会社が開発したゲームのデモムービーとか流すものだと思ってましたが。お、コーヒーマシン以外にドーナツもあるじゃないか。 もらっちゃえ食い意地が張ってる応募者だなって思われそうもう1個食うぜあんま食べると胃もたれしますよあと10個はいけるぜこれ以上は食べられないななら最後の1個は僕がいただくのだとっととコーヒー持って行ってあげようよコーヒーマシンが常備されてるなんて最高の職場ですねコーヒーの入った紙コップを持って行くぞコーヒー持ってきたよはいどうぞ気分は良くなったかもうすぐ面接に呼ばれるはずだゲーム会社の面接なんて初めて受けるぞ 何聞かかかれるんだろう、ね、どういうねどいゲームキャラが好みかとかあもしかして面接が始まるんでしょうか話しかけよう今日はよろしくお願いしますおねしま2人とも来てくれて嬉しいよ当社のゲーム開発職に興味を持ってくれたことを本当に喜んでいるんだ CEO が本気で君に会いたらっていてね彼も来てるんだよ案内しよういきなり CEO が面接に出てくるとはこの後はもし大丈夫なら応募者だけを連れていく予定だけども ご心配なくこいつらばっくれないようにしたかっただけですから若い子なんでねこいつはもともといた会社の同僚かないいねさあついてきてくれ頑張れよ緊張するねちなみに海外にも圧迫面接は存在するらしいストレスインタビューという名称まである主人公に圧迫面接するやつは私が許しませんユカリン顔怖いって相手嬉しいよ君に関しては素晴らしい話を聞いているよこの人が CEO だね 応募者にとっては大活躍の年でしたれ、二つの賞にノミネートされ、制作したゲームは数十万ダウンロードを記録し、高い評価を得ています。マジか、すげえじゃん。スーパーマンみたいな人材じゃないですか。このオフィスは発売前のゲームを完成させる場所なのだ。小さなプロトタイプから始めて、どれだけ早くゲームを改良できるかを見せてほしい。最終的には大きなプロジェクトを率いることになるかもな。君の実績と当社のマーケティングを照らし合わせると、君は最適な人材だ。推薦状によれば、 君はチームの中で最も優秀だったとか遠慮することはないさここでは突出して顧客を驚かせる人材が必要なんだそれでは準備はいいかね修正するゲームが入った PC が用意されている60分以内にできるだけ多くのバルを見つけて修正してくれ完了したら教えてほしい頑張ってくれよ面接っていうかこの場でいきなりバグ取りさせられるとはマジで即戦力くれってことだなこういうの嫌いじゃないぜが頑張りましょう左の画面がデバッグするゲームで 右のディスプレイに表示されてるテキストファイルみたいなやつをクリックするとバグがある箇所のソースコードを直せるえプログラミングなんかわからないよ主人公は天才なので僕らがキーボードの適当なキーを連打してるだけでソースコードの修正を完了しちゃうんだぜとんでもない天才ですねこんなんどこのゲーム会社でも欲しがりますよ左画面のゲームを操作するとバグが見つかるのでそれを修正することになるって感じだね今回バグ取りさせられてるゲームはレースゲームのようだなタイトルはニード「need&speed」えっと それって EA が出してる有名レースゲームの「ニードフォースピードが元ネタですかねバグは全部で5個あるみたいだね今3つ目のバグが見つかったよとりあえず車を動かすかおっとこうぞうと車が横転したら R を押すとスタート地点からやり直せるね 3>, 3つ目のバグを修正するぞキーボード連打してるだけでソースコードがバーって出来上がる感覚がめちゃくちゃ気持ちいいです現実のバグ修正もこんなに楽しければいいのにねそれじゃ再び車を動かしてバグを見つけるとするか 路上にアイテムが落ちていて取得できるんですね。シフトキーを押しとターボだね。加速しすぎると横転しちゃうけど。四つ目のバグだ。こんなにバグ修正が早いのに、採用されないなんてことありますかこれは、もう、絶対合格ですよ。ここまでの新速プログラミングだったら、どんなどこでもやっていけそう。ほい。四つ目のバグ修正完了。残すところバグは一個だな。再び車を動かしています。ああ、車がスピンしちゃった。どこがバグってるのかは不明だが、五個目のバグを発見したので修正だ。 1> 1つのバグ修正するのに5秒もかかってないでですすよバケモンですね素晴らしい数分で成し取れたというのかだがタスクは半分しか完了していないぞ早速主人公のことことき使う気ゲームプレイ以外でプレイヤー体験の重要な要素とは何だろうかゲームをよりエキサイティングなものにするものとは何だ何だろうインタラクティブ性か違うえっと正解は一体 ?M ヒント出してくれてるの ?MO どれだろうなもっと特産のコンテンツか 正解はマネタイズだよ。は、はあ、お金は確かに大事ですね。ガチャ、限定スキン、アンノックコンテンツ。あ、もしかして、このスタジオは、ソシャゲ作ってるのかなこれがプレイヤーを真に夢中にさせ、プレイヤー自身のユニークなゲームプレイを形成するのだ。せやな。さあ、こういった機能を追加してみよう。即興で、創造的に。ガチャなどに課金させるタイプのゲームは、開発費を抑えることが重要だと聞きましたね。そういうゲームって。 基本無料なことが多いから、開発費の増大が、そのまま赤字に繋がるとかで。あ、主人公が、早速ゲーム画面に広告みたいなバナーを追加したね。課金への誘導だろうな。主人公、大丈夫ですか これって本当に主人公がやりたかったことですかまあ、ここで大手ゲームスタジオで働いたって、実績だけ積んで別なとこに転職することもできるから。とはいえ、若い時期というのは有限なんですよ、マキさん。主人公のような才能豊かな若者が自分にマッチしないきようで時間を浪費するのが果たしていいことなんでしょうか年若い少年の時間を浪費することは危険、ひけ。ゆかりさんがうだうだ言ってる間に、主人公がさらに画面の下に広告を追加したなうわ画面が課金要素で圧迫されるよう。私も昔はそしゃゲ遊んでたんですけど、ある時虚しくなってやめちゃったんですよね。おや ゲーム画面が安定したなんだこれバグでゲームが落ちちゃった何か表示されたようですが暗くてよく見えんな一応 WASD で移動はできるようだけどあの何か奥にないですかさっきまで主人公がいじってたレースゲームはどこ行った突然ホラーゲーム始まったまさかこれもさっきのレースゲームの一部とか言いませんよねそうだとしたらある意味話題は呼べるかもしれんなえっこの音は何このゲームの BGM? あっ何かがこっちに駆け寄ってきます仮面をつけた黒いローブを着た人物かこれは何これ仮面いっぱいにお前の後ろにいるっていう文章が大丈夫ですかどうかしたのかねレースゲームにホラーを混入させるのはどうかと思うぞまさかさっきのは主人公が見た幻覚だとか言わないよねいいね完璧じゃないかえっでも黒いローブの謎の人物が出てくるゲームが元に戻っとるパーフェクトだ「ポップアップ」は二次的な機能の探索をうならしてくれる このプロトタイプを製造に送るよ。主人公がデバッグして課金要素を追加したプロトタイプを使うんだ私の目に映っているのは素晴らしい作品だけだな主人公が幻覚を見たってことですか実際のところ、君はノートパソコンにコーヒーをこぼしたところのように見えるね。実際にこぼしてはいないが、動揺してるように見えるってことかご参考までに、応募者のマネージャーは、彼が持病があると言っていましたね。主人公、お薬飲んでるって言ってたっけ子供の頃から薬物療法でコントロールしていると。 ですが、ストレス下では軽い幻覚を引き起こすことがあるそうです主人公、難儀な病気を抱えているようで。素晴らしいじゃないか私は若い頃野球をやりたかったのだら膝が弱くて無理だったんだよ人生とは私たちのバランスをとってくれるもの今や私は誰もが待ち望むゲームを作る会社を率いているのだ君のマネージャーとすべて話し合うことにするよそれでは新しいチームリーダーと会って連絡先を交換してくれということは採用か 使用期間中の勤務時間は夜間となる。夜勤はストレスが溜まりやすいらしいけど大丈夫かなロマンティックなひと時だよ。君ならきっとうまくやれるよ。不安はありますが、無事仕事が決まりましたね。頑張ってくれよ。言われた通り、チームリーダーと話すか。リーダー以外の人とも少し話しておかないそれいいですね。主人公君は夜勤なので、他の人になかなか会えないかもしれませんし。死ぬまで一生懸命働き、そしてまたやり直せって張り紙があるんだが、ブラック企業標語かな ハードそうな職場だこれも修正済みこれも修正したっとこんにちは先輩いや君は新人かいここはギャグでピザの配達に来たって言ってしまういきなりそういう方向で行くの母 <laughs> ユーモアがあっていいね優しい先輩みたいでよかったはじめましてここを気に入ってくれるといいな最初の数日が一番大変だからねここに来て3年になるけどいくつかの WA プロジェクトを担当してきた君もすぐになれるよ WA プロジェクトってどういう規模なんだろうな いつでもメールしてくれあえて本当によかった変なことはありませんでしたかって聞いてみよう変なこと火曜のお昼前にドーナツが消えることくらいかななぜじゃああれは主人公の見た幻覚ドーナツを忘れずに食べておけよ今日は火曜日だからドーナツは限界まで食ったから問題ないなもう一人くらい話を聞いておきましょうか一番奥にいるのがチームリーダーかこの人にも話しかけるぞ はじめまして、ここは初めてかいはじめまして、新人です。自分の初日を思い出すな。君はすごく興奮してるだろうね。先輩は何をしてるんですか君が一日でやることと同じさ、バグ修正だ。簡単なことだ。製造の連中がめちゃくちゃなものを作るから、我々がうまく動くよう修正する。最初はバグだらけということか去年、僕が何のプロジェクトに取り組んでいたかわかるかいキャットクリッカーだ。何がダメだったと思うあれ、キャットクリッカーって、ゆっくりさんたちが実況してたゲームにありませんでした。トレインデパートだな。実は同じ作者さんのゲームなんだ。 世界観繋がってるのか。犬だ、キャットクリッカーに犬のロゴが入ってた。そして、そのことに連携するのは僕の責任だった。そんなことにも気をつけないとダメなんですか。ああ、そうだね。でも、責任が伴うと楽しくはなくなっちゃうからね。修正し漏れたミスは全て自分の責任になることを忘れないでくれ。そして猫のゲームに紛れ込んだ犬のロゴは、最初にそれを配置した誰かのミスではなく、君のおバカなミスになるかもしれない。デバッターって大変そうだな。それじゃリーダーに話しかけよう。こんにちは。 はじめまして、僕が新しいチームリーダーさ、慣れてきたかいこの人、トレインレパートの電車の中にいませんでしたっけ今日は全員はオフィスにいないんだ。半分以上は在宅勤務だからね。在宅できるのはいいな。使用期間が終われば君も在宅できるよ。主人公はオフィスが気に入ったみたいだね。コーヒーもドーナツもありますからね。ここはいいところだよ。警備も厳重だし。なんで、いきなり警備の話がだが覚えておいてほし、い、セキュリティに厳重でありすぎる状態など存在しないことを。ゲームの情報漏えいとかか だから僕はこの子をそばに置いているんだけどね。ジなんでそこまで技術的にはそうだね。どちらかというとご心労だけども。チームリーダー、部下に恨まれてて、今地を狙われてるとか身体いらないよ。仮付きの引き出しにしまってあるから。うーむ、仮をどこにやったっけ仮なかったらいざという時使えなくね。ともかく、君には明日から野球を開始してもらうシンプルなプロトタイプがあるからそれを直して帰宅するってことで。うまくやれば、一週間でフルタイムになれるよ。は、はあ。 頑張りますその言葉を聞きたかったフロアへの出入りが整をされているよサーバールームには近づかないでねはい了解ですとりあえずこれで用事は済んだなあとは帰るだけだなとりあえず使用期間という形ではありますが採用が決まってよかったですね人外じみたプログラミング力からして本採用になるだろうけどねあ付き添いの人が待っててくれたなでどうだったそんなに怖くなかっただろう車への道すらら話をしよう早く終わったなそれでは帰りましょうエレベーター呼びますね レースゲームのバグ取り中に見た謎の画面に関しては、結局原因は分からなかったな。あれ乗らないの来ないんなら先に行っちゃいますからね。壁のボタンが反応しねえな。もっと近寄らんとダメかあ、やっとエレベーターに乗り込んできた。何があったか報告しときますか。何があった画面に妙なものが映ったんだよ。何かって。すごく怖いものっていう言い方が可愛いですね、主人公。薬はちゃんと飲んでいるんだろう。ストレス性のものかもしれんな。ストレスで幻覚が見えるって気の毒ですね。 ちょっ何なんだの停電してる大丈夫かよおっとえエレベーターの中に閉じ込められた管理会社に緊急連絡できるボタンとかないの電気が戻ったかセキュリティが厳重とは何だったのかビル自体は古くておンボロとかそういうどうやらまた動き始めたようだそろそろ目的界に着かないものですかね随分トリアルだったらうんすまんエレベーターは怖いよね下手すると命に関わるし ホラーゲームだとたまに裏切ってくるからな。エレベーター先輩は。無事に着きました。よかった。お前の技術を信じているからこそ、俺はお前をサポートするためにここにいるんだ。お前を疑っているわけじゃない。お前には成功してほしいんだ。リラックスするんだ。質のいい睡眠が仮だからな。他にも何かあったら電話してくれ。この人がマネージャーだったか。今日は大変だったの。CEO と人事は何て言ってましたか二人とも感激していたよ。特に CEO の方は。 彼はお前の才能が信じられないほどだった。それにどうやって俺たちのような新興企業がこんな才能を隠していられたんだって。ここまでの才能があったら、マネージャーも、多少は嫉妬するんじゃ。多少はな、なんだかんだ。俺たちは長い子と一緒に仕事をしてきたからな。他の奴らにメールするのを忘れるなよ。あいつら、お前のことを聞いてきてたからな。エレベーターの前で話し込んでしまったな。行こうぜ。いや、大きいビルですね。明日から、ここが職場になるんですね。夜勤っていうのが少し心配だけどね。主人公の隊長とか。 夜って人がいないから意外と集中できていいかもだぞ睡眠のリズムが崩れそうですけどねマネージャー足早いなもう出てっちゃった主人公あんま足早くないんだよな足が遅いってやっぱり幼いからですかねゆかりんあんま興奮すると鼻血出るよほい帰るぞおやここは主人公の自宅 P を押してスマホを開いてみようタスカー APP というアプリを開くぞ 汚れた服を洗濯機に放り込んで洗濯をするのがタスクのようですね主人公一人暮らしかな結構いい部屋に住んでるね元々友人と立ち上げた会社で作ってたゲームがかなりダウンロードされたって言ってたよなどうして洗濯機の上に洗濯物を置いてるんですかすぐ入れられるじゃないですかまあゲーム開発で疲れるからいろいろ大変なんだよ多分しかしどうしてこんな部屋のあちこちに服が散らかるんだ服なんて風呂に入るとキーが犬がないんじゃ何でだろうね この服が最後ですねあとは洗濯機を回すだけだなゲーム会社って出勤はスーツじゃなくてもいいのかなそのあたりの規定は許そうこれで洗濯を始められるな明日から仕事だし今のうちに洗濯しといた方がいいよな洗濯機からヤバそうな音が壊れたえ嘘ですよねやべえないるの管理人さんの修理方法を知っているかもなもしくは近くにコインランドリーがあったはずマジか管理人さんが対応できるかもしれないんだ 今回の選択だけだったらコインランドリーの方が手っ取り早いかもとりあえずダメ元で管理人さんに連絡してみるぞ携帯に管理人さんの連絡先があったはず管理人さんに連絡つくといいねテキストメッセージの宛先に管理人さんの名前が早速メッセージを送っているぞ電化製品の不具合にも対応できる管理人さんすごいなどうやらすぐに来てくれるらしいですね神対応ありがたいです治るといいんだがなとりあえず玄関で管理人さんを待つことにするよもう来たようだ くっそ早いなはい今行きます電化製品系っていきなり使えなくなるよねそれでめちゃ慌てるんだよなそれでそのベイビーはどこだい洗濯機はバスルームですこちらにどうぞドアは閉じられないみたい洗濯機のとこに行こうマジで洗濯機の中を見てくれているようだよく見るとこのバスルーム浴槽がないですね海外はお風呂にあんまり入らないらしいから終わったようだ残念だが スペアの部品を注文しないとダメだな。ああ、これは今日は、コインランドリー行くしかなさそう。ああ、マイクロコントローラだよ。簡単に修理するってわけにはいかない。発送には数週間かかるぜ。後で注文してそれから修理だ。部品が来るまでに数週間その間はずっと洗濯機なしか。すぐ近くに公共のランドリーがある。自分で洗濯機を買うよりも、外のランドリーを使うことを好む人もいる。24時間営業で年中無休だ。夜遅くに行くのは避けろ。そんなに治安があかんのか いつのは安全だが暗くなってからはいろいろな人が来るからよ。ご親切にありがとうございます。管理人さん。今って何時だろでも今から洗濯行くしかないよね。洗濯かごに洗濯物を突っ込んでいざコインランドリーへ出発だ。コインランドリーって家で洗いたくないような汚れのやばいものを持っていく人が多いと聞きました。ペットが使用したものとかはルールで禁止されてたりすることもあるみたいだけど黙って洗う人もいそうだもんな。とはいえ今はコインランドリー兄貴に頼るしかないのだ。いやー 本当いいマンションですね。一部屋一部屋が広そうだよね。外に出てきたぞ。幸い、日はまだ暮れていないですね。け結構クラシカルな看板のお店だね。家から近いから立地的には便利だな。おお、洗濯機も、相当年季が入っている様子。お客さんは結構いるね。とりあえず洗うだけ洗っちゃおう。今後数週間、このランドリーにお世話になるのか。このゲーム まだまだ続きそうなので今回はこの辺りにしておきましょうか全体で何パートくらいになるの ?2 から3パートくらいかな主人公が大手ゲーム会社でどんな活躍をするのか楽しみだ舞台がゲーム会社ってホラーであまり見ないシチュですねワクワクそれじゃニコニコ動画の方の広告とギフトのお礼をしていくよいつも応援ありがとうなのだ前回は、 ファーストフード店での勤務中に怪奇現象やヤバいお客さんに遭遇するゲームでしたね個性的なお客さんがいっぱいいたりハンバーガーやホットドッグを作ったり楽しいゲームだったよ他にもコメントやいいね高評価フォローやチャンネル登録なども感謝なのだそれでは次回の動画でまたお会いしましょうまたねバイバイ チャンネル登録、高評価、よろしくなのだ。